オレグ・ロマンツェフは、ロシア出身のサッカー選手、サッカー指導者、元ソビエト連邦代表選手。現役時代は所属したすべてのクラブでキャプテンを務めた。指導者としては、スパルタク・モスクワ、ロシア代表等の監督を務めた。ギャザン州のギャベラ・ロブスキー村で生まれる。父は、道路工事の現場監督として働いており、家族と共に、コラ半島、アルタイ、 キルギスタンなど国内を転々。1960年代前半にクラスのヤルスクに住み着いた。メタルルグユースチームを経て、同じクラスのヤルスクを本拠地とするアフトモビリストのユースに移籍。シベリア及び極東ユース選手権で4試合7得点を挙げ大会最優秀選手となり、ソ連ユース選手権でもアフトモビリストの3位進出に貢献した。 1971年からはアフトモビリストのトップチームに昇格してソ連2部リーグでプレー。この時期にフォワードから左サイドバックへとポジションを変更している。1976年にスパルタクモスクワへと移籍するがわずか2試合の出場に止まり、翌1977年はアフトモビリストに戻る。しかしコンスタンチン・ベスコフ新監督の説得により、 再び、スパルタクに移籍スパルタクでは165試合6得点の記録を残して1983年に引退した。1980年から1982年までソ連代表に選ばれ15試合1得点。1984年にクラスナやプレスニアで監督としてのキャリアを始め、スパルタクオルジョニキーゼを経て1989年に スパルタクモスクワ監督に就任。スパルタクの監督として、ソ連リーグ優勝1回、ロシアリーグ優勝8回、ロシアカップ優勝4回、さらに欧州三大カップすべてで準決勝進出を成し遂げた。1993年からは、スパルタクの会長を兼任。1994年から1996年、1998年から2002年までは、 ロシア代表監督を務め、ユーロ1996、2002年ワールドカップでロシア代表を率いた。2003年にスパルタクの会長を及び監督を辞任。その後2つのクラブの監督を務めたが、現在は監督職にはついていない。ありがとうございます。